今世界には約70億人、人口は70億人と言われています。それに対して6700万人、でこの6700万人というのは古いデータなんですけど、世界の中で学校に行けない子どもの数で、これを7000人にすると10人に1人が学校に行けません。そこで私の夢は途上国に学校を増やすこと。でそのちょっと順序が前後しちゃうんですけど、その10人に1人のその1人は途上国に送ります。だから私は途上国に学校を建てたい。これが今の私の夢です。でこの途上国に学校を増やすっていうと、皆さんはどういうことを思い浮かべますか？多分その読み書きをできるようにさせたい、計算をできるようにさせたいっていうのを思い浮かべると思います。でも学校で学べることって、その机に向かって先生の話を聞くっていうのだけではなくて、私も小学校、中学校、高校で学校生活の中で、自分と気の合う友達がいなくて寂しかった時もあれば、すごい友達といっぱい遊んで充実してる時も全部をひっくるめて楽しいって思えたのは、そのクラスが一致して文化祭や体育祭を作り上げた時に達成感や感動を味わってきたからです。この達成感や感動っていうのは、自分にとってその企画に貢献できたんだな、必要とされてたんだなっていうのを感じることができる瞬間でした。そういう経験を途上国の子どもたちにもしてほしいって思ったのが、一番の学校を建てたいっていう、学校を建てる目的です。